ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。今日はですね、いよいよ妊娠期間もお母さんが大切に自分の体をいたわって、特に妊娠4ヶ月目とかですね、妊娠周期にあまり外に出たりなんかしないようにしてですね、それで健全な子供を産むことに注力する。それによって LGBT の人の数なんかも減る。それから誕生したらできるだけ1年半は母乳で育てる。どうしても母乳の出ない人は、これはそれこそ女性議員なんかが中心になってですね、それで母乳の提供組合っていうのを作ると、いうことも大切ですね。少なくともですね、明治の以前は人工乳ってのはほとんどありませんでしたから、結局お母さん方がお互いにですね、助け合って子供にお乳をあげたわけですね。お乳の出ないお母さんの子供もですね、ちゃんと餓死することなく育ってるわけです。それが現代にできないことはありませんですね。そして1年半の離乳期を超えたらですね、3歳まではお母さんが丁寧に赤ちゃんを見てあげる。幼児を見てあげる。これが幼児の希望ですね。幼児は決して、というかわかりませんけどね、人にもちょっとよるかもしれませんが、保育園に入りたいわけじゃない。社会的にはお母さんが生活できるように月に20万から30万をですね、提供すると。これはどうせ保育園に預けたら国や地方自体がそういったお金を使わなきゃいけないわけですから、これは2、3時前に説明しましたけどね。やはり、子供を中心としてものを考える。子供は生まれてこようとして生まれたわけじゃなくて、知らないうちに生まれるんですね。産もうと思ったのは両親ですから。やっぱり両親が責任を持ってですね、3歳までは子供をしっかり育てるということが、私は大人としてやるべきことじゃないかというふうに思います。さて、いよいよだんだん3歳になってきて、物心もつきですね、興味も出てきた時にですね、どういうことをやらせるかっていうのを、私は自分自身は子供とか、それから孫の育った経験なんですけども、私が一言言わせてもらえばですね、大人が自分の嫌いなこと、自分の辛いことをやりたくないのと一緒にですね、子供を見ておりますと、やっぱり子供も当たり前ですけど、自分のしたいことをしたいという感じですね。当たり前ですけどね。嫌なことは嫌、好きなことは好きっていう感じなんですよ。で、子供の場合はですね、私が見る限りですね、ゲームよりも知識の方を好みますね。これは子供の性質とかによらずですね、やはり知的興味があるんですね。よく赤ちゃんがなんか、乳母車なんかに入ってる時に人の顔をじーっと見てることありますよね、こちらを見て。あれやはり未知の経験ですからね、本当に、ああ、こういう人というのがあるんだなとかね、空ってこうなんだなと、木はこうなんだなと、そういうのを最初には学びますよね。それからしばらく経つと、動物なんかに興味が湧いて、特に動く動物とかね、そういうのに興味湧いてきます。それは大人は全部知ってますよ。家に入れば玄関があって、廊下があって、日本でしたら畳の部屋があるとかね、窓がついてるとか、ご飯の時期になるとご飯が出てくるってみんな知ってますよね。だけど、子供は最初はほとんど全部知らないわけですから、興味津々なんですよね、すべてのことが。つまり、ゲームなんていうのは大人にとってはですね、毎日がつまらないからゲームが面白いんであってですね、子供はやはりゲームよりか知的な興味の方が強いですよね。当たり前ですけどね、まずは世の中知ろうと思ってるんですからね。そこでですね、問題は子供をよく観察することなんですね。親の第一の責任は僕それだと思うんですよね。よく観察します。これはやっぱり保育園なんかじゃできませんね。幼稚園でもちょっと無理だと思います。よほど卓越した方がおられて、かつ非常に自由な育児ができるところなら大丈夫ですけど、普通はそうではありません。大人数を抱えるとね、決まりきったことしかできません。例えば、一週間に何日か公園にみんなで行くんだったら、そういうことが決まってればね、一人の子供がどうしても公園に行くのは嫌でもですね、やっぱりそういう生活をなってしまいます。その点はやっぱり一人の子供を一人の親がね、
まあ、二人の親でもいいですけど、それが育てるってことの重要性ってのは分かりますよね。で、その時によく観察しますとね、子供ってのは大体3ヶ月から6ヶ月で興味が変わりますね。ですから、その子供が今何に興味を持ってるか、一番いいのはですね、子供の目につくところ、これ目につくところじゃなくてダメなんですよ。目につくところに、子供が好きそうなものを転がしておくってことなんですよ。本を置いといてもいいし、おもちゃを置いといてもいいんですよね。ある時には、まあ、電車なんかに非常に強い興味を示す男の子もいますしね。まあ、男、女関係ないですけど、やっぱり男の子はですね、機械だとか、天体だとか、虫とか、汽車なんかを喜びますね。女の子は女の子、男の子って決めてかかるわけじゃないんですよ。俺全然決めてかかるわけじゃないんですが、自然にですね、女の子はやっぱり綺麗なものとか、なんか美しい、なんかビーズみたいなものとかね、そういうものに興味を示すことが多いですね。やっぱりどちらかというと男の子は動くもの、女の子は綺麗なものっていう感じですね。感じですよ。全然こうじゃない人もいますからね。そんなの男とか女とか決めてかかろうと思ってんじゃなくて、その子供一人一人の感性、才能、興味に合わせてですね、なんとなく目につくところに置いとくんですよ。したら例えば簡単には5種類のものが置いてあるとしますね。虫の本とか、それからなんか天体のなんかとかね、電車みたいなものとか、おもちゃみたいなものとか、お人形さんのぬいぐるみとか、そう置いとくとね、必ずその本人が興味のあることの方に行きます。ちょっと本が読めるような、本が読めない間でもね、絵本でもね、写真でもそっち行きますね。で、それを見て、その数を少し増やす。それから、レベルも少しずつ上げるんです。これはもう、親が簡単にできますね。そうすると、興味に沿って、非常に電車が詳しくなって、男の子でね。そうするともう、そういう時は今度は何をするかって言ったら、自分が、なんか出張かなんか行く時は、写真を写メで撮ってね。それで送ってあげるんですよ。お母さんが面倒見てたらお母さんに送ってあげる。そうするとお母さんが子供にそれを見せる。あ、これは子供だとか光だとか言いますよ。それがね、やっぱり立体的な判断力をつけますね。つまり、いつもいつも同じ本で読んでんじゃなくて、たまにお父さんから送られるとか、あ、お父さんこれに乗ったんだっていうと、だんだんそれから何が興味が湧いてくるか。今度地図に興味が湧いてきたりするんですよね。で、お父さんどこ行ったの？大阪？大阪ってどこ？これでまた地図を勉強するんですね。まあこういったことで、やはり女の子の場合はね、私が育った女の子のもっと静かなものが好きですね。それはまあ、そうでしょう。ちょっと砂場で遊んだりね。それからお花をちょっと一緒にお母さんと植えたりね。まあそういうようなことを割合と好みますね。まあこれはやはり僕はこういうこと言うとすぐ男女の差って言ってんじゃないんですよ。個人の差なんです。個人の差でもですね、平均して男の子の方が乱暴なものが好きで、女の子は静かなものが好きです。それはね、僕は遺伝的にそうなってんだろうと思うし、まあそれはもう長いオスとメスの歴史の中で育まれてきたもんで、そんなことは頭で考えなくて、子供が決めますからね。で、いいわけですね。そうすると、だんだん興味が変わってきます。もう3歳、4歳、5歳、小学校2年、4年と、もどんどん変わってきますね。ですから、それに合わせて、まあ、家の財政が許す限りね、まあ、本とか、おもちゃとか、まあ、少し大きくなると望遠鏡とかね、まあ、そういうものも必要になりますし、まあ、女の子ですと、我々、高価なぬいぐるみみたいなの欲しがる時もあるんですね。だからまあ、それは、親の財政状態によって、まあ、決めればいいと。まあ、いうことですね。で、まあ、その中で、少しコントロールするとしたらですね、親が。例えば、まあ、この子はちょっと、将棋とか、すごく興味があるけど、プロの将棋士にするにはちょっとどうかなと思うような時はですね、子供が少し興味を示しても、あまりそれに関するものを周辺に置かなければ、つい子供はですね、やっぱり移り気ですからね。だから、まあ親がこういうものを、知るようにさせたいとか、うまくならせたいっていうものに行きますね。ところがやっぱり集団で教育する幼稚園とか小学校の方はそうはいきません。一応一定のものを一定にやるっていうことしかできないものですからね。ですから、
まあ、これは日本にちょっと独特でもあるんですよ。日本の教育はですね、何かこう義務感っていうかですね、こういうことを覚えさせなきゃいけないとかいう気持ちが親とか先生に強すぎるんですよ。もう少し緩めた方がいいですね。特に最近の小学校の教育なんか見てますとね、これは僕はものすごく言いたいこといっぱいあるんですね。よくね、子供とか孫のね、問題なんか見ますとね、いや、こんなことなんでさせるのと。まあ、例えば、算数だったら立ち木算の問題とかね、変な、こう難しい方程式を解かないで、トンチで解くような数学とかね、算数も本当にね、変なもの、漢字もね、難しい漢字を覚えさせすぎですよ。本当にそう思いますね。そういうものがあるから、日本の技術力が高かったり、学問の成績がいいってわけじゃないんです。これはもう江戸時代のですね、寺子屋の教育、明治時代の教育、それから昭和の教育と、昭和における日本の技術レベルとか、学問のレベルを見ればね、わかるんですよ。人間さんはそういうもんじゃないんです。レベルの高いことを教えたから、優秀な人になるってわけじゃなくて、本人の興味のあることを教える。しかも優しく教える。本人に考えさせる。こういうんですね。ですから本当は1990年にね、多くの人の非難を浴びて、頓挫しましたけども、ゆとりの教育がいいんですよ。ゆとりの教育とあの時言われたやつね、ゆとりの教育というか、名前が良くなかったですね。ゆとりの教育じゃないんですよ。あれは成績を良くする教育なんです。成績を良くする。つまり、頭を良くする教育だったんですよ。今の僕は小学校教育はね、まあ小学校教育を担当している先生に悪いんですけども、頭を悪くする教育です。ね、その場限りの知識、それからテクニック、そういうものを知ってるのがいい成績になるように仕組まれております。まあ、これは小学校教育を担当している先生に深く反省してもらって、特に算数なんかそうですけど、国語もそうですね。国語もね、ここでね、まあ、これはちょっと中学生ぐらいですけど、ここで作者は何を考えてるか。全然そんな質問は意味ありません。むしろ本人が好きなように要約を作るということは必要ですね。つまり、その文章を読んでどう感じるか、感じたことを書けるっていうのが重要ですけど、その先生が期待している答えを書くっていうのはあまり意味がありません。頭の発達にもなりませんね。まあ、一番重要なのは、子供の脳細胞の神経がどうつながってきたかっていうことができるだけ親の頭に浮かんでくる。具体的に、あ、今度この神経つながったな、今度こっち伸びたなっていうのがわかる。そういう親の観察力ですね。それが非常に重要だと思います。子供の頭脳とか成績とか運動神経とか、可愛らしさとかですね、そういうものは親が作るものなんですよ。親がいかに性能がいいかってことで子供が決まるんですね。で、じゃあ算数の得意な子供、運動神経のいい子供、それから運動神経でも短距離が速い子供、マラソンみたいなものが持久走が好きな子供、もしくはおとなしい子供ですね、それから活発な子供、これはね、誰が作ってるかって言ったら親が作ってるんですよ。これはね、本当に不思議なんですけど、この人間、まあ人間ばかりなくて、おそらく動物もそうでしょうけども、動物は研究が少ないからわかんないんですが、人間の場合はね、時代に必要な子供を親が産むんですよ。実に不思議なんです。どこで親がそう判断してるかわかりませんが、これはまだ遺伝の神秘な世界なんですよね。例えば僕がよく言うように、男の子はですね、病気で死ぬ率がすごく高いんですね。例えば簡単に言えば血友病とか遺伝病、劣性遺伝子病なんかで命を落とすのはほとんど男の子なんです。血友病なんかむしろ女の子死にませんからね。それから風邪ひいたりお腹下したりするのも男の子なんですよ。これはもうね、どうしてそういう仕組みになってるかって言いますと、生物のある群れがいますね。1万頭なら1万頭の群れがいますと、この群れの中に溜まってくる悪い遺伝子だとか悪い性質は、その群れの何かに負担させて覗いていくんです。かわいそうですけどね。だから人間の場合は男性と女性と比べますと、女性の方が価値が高いんで、
男性が多く死ぬように仕組んであります。したがって、まあ、こういうのはもうどこの生物でもあることで何も不当なことでもないんですね。神様の配慮なんですよ。ですから、まあ、今は確か20歳までに、まあ、死ぬ人の数はね、1万人あたり確か男の子が56人多く死ぬんじゃないかと思うんですね。必ず男の子の方が多く死にます。これは別に子供の頃だけじゃありません。例えば癌にかかる人の数っていうのはですね、ちょうど女性は男性の2分の1です。つまり男性が倍癌にかかりますね。まあ、癌というのはある意味では致命的な面を持ってますから、なぜ男性に癌が多いかっていうと、早く男性が死ぬために仕組まれてるとも考えられるわけですね。だからもちろん平均としては人間ばかりじゃありません。日本人が今男性が81歳、女性が88歳という平均寿命がありまして、女性の方が7年長く生きますね。これはほとんど全動物がそうですね。大体、子供たちはもちろん普通は生きております。それから若い女性は生きておりますね。若い男性は、まあ、戦いで死ぬ場合が多いんです。それから、少し年取ってきますとね、オスの方が必ず早く死にます。ある集団を見ますと、集団の数が多いほど、ちょっとこれは研究が分かってるかもしれませんが、集団の数が多いほどですね、集団の個体の数が多いほど、メスとオスの年齢差が、平均年齢差が開きますね。集団が小さいと接近しております。まあこれもやはりですね、集団の大きさとオスメスの価値というもので自然に決まってるんだ。じゃあ、それを何が決めてるかっていうと、やっぱり生まれた時の体の強さとか、それから体の中に仕組まれたいろんなものが、オスが早く死ぬようにできてる。そうするとね、お母さんは20歳になる時に、男の子も1万人、女の子も1万人になるように、出産では男の子が多く産むんですよ。ちょうどその数ぐらい。大したもんですよね。で、これは戦争の時には男の子が多いとも言われておりますし、生まれるのがね。男の子が多く死にますからね。それから、もっと僕は素晴らしいと思うのはですね、僕は技術者なもんですから、そういうのに興味あるんですけども、数学ができる子供っていうのはね、だいたい200人に1人ぐらいいるんですよ。もう教えなくてもできるような数学の頭を持ってる人がね。そうしますとね、その数、お母さんが200人に1人算数の好きな子供を産むんですね。その数は、ちょうど日本の数学が得意な技術者が必要な数に割合合ってるんです。ほとんど合ってるって言ってもいいんですよ。ええ。これは僕ばかりじゃなくてですね、日本でノーベル賞を取った学者で私と非常に親しい人が昔いたんですね。まあ、その方が僕にも言いました。同じように。先生、あ、武田先生おかしいですね。日本の技術界はね、数学ができる人を50万人ぐらい要求してるんですけど、ちょうど小学校、中学校の子供の性質を見ると200人に1人数学の得意なのがいるんですよ。合ってるんですけどねってね、言われておりましたね。まあある程度そういうことに興味があり、きちっと解析をしてる人は、ご存知なんですね。だから子供の好き嫌いは親が作っているってことです。だから親はですね、その責任を取って、やっぱり子供の好きなものを勉強させたり、練習させたり、教育したりするっていうのを主眼にする。ピアノでもいいですし、絵でもいいですしね。それから、算数でも、ね、運動でも、何でもいいんですよ。つまり、その子供が好きなことは、その世の中が望んでる比率でできてますから。だから、そのように育てる。ね。大切なのは、やっぱり、人柄をよく育てるってことですね。これは非常に大切ですね。人のものを取らないとかね、嘘をつかないとかね、意地悪をしないとか、そういうことを積極的に教えていくと。あと、才能については、自分が産んだ子供は必ず世の中で幸福になると。そういうふうに親が確信を持って育てるということが大切で、今の私は小学生ね、中学生、もう地獄だと思いますよ。だって、国語の嫌いな子供も漢字を勉強し、算数の嫌いな子供も算数勉強するなんて、こんなことあるんですかね、一体。もちろんね、読み書きそろばんは必要ですよ。それを否定してるわけじゃないんです。それからまあ、アメリカの首都がニューヨークぐらいね。それから、生物には昆虫とかね、動物には昆虫とかね。
爬虫類とか、ね、人間とか哺乳類とかそういうのがいるとかね、そういうこう、一般生活に必要なものを教えるってことと、今の教育みたいにね、ものすごい難しい。算数なんかね、100円引く75円が分かればいいって言ってるんですよね。これアメリカなんかもそう言ってるんですよ。100円引く75円は25円、お釣りが25円だと。算数はそれでいいと。まあ、掛け算ぐらいちょっとできればいいと。分数の割り算なんてね、そんなものは絶対いらないと。立ち木算なんかそんなものいらない。いや、これについてはですね、算数の先生はどう言われるかと。それが頭の訓練になるんだって言うんですけど。そういうお考えもありますっていうことなんです。そういうお考えもあるけども、それはちょっと特殊な考えなんですね。全世界の教育を見ますと、絶対に普遍的なものではありません。まあ、これは小学校の先生がよく考えていただきたいと思いますね。要するに小学校っていうのは、とにかくその子の好きなものを伸ばし、楽しく勉強し、やっぱりね、小学校の先生の一番大切なこと、その時の親の一番大切なことは、やっぱり勉強したり運動したり芸術やったりすることが好きになるように誘導するってこと。今は嫌いになるように誘導してるんですからね。全くかわいそうだと思います。これをね、やっぱり教育界に浸透していくのは、これは政治の働きですから。やっぱり政治家もこのことをよーく理解してですね、裏金の計算なんかしないで、こういうことを考えてもらいたい。ここに思いますね。